久しぶりに釜出しプリンのパフェで朝ごはんにしようと思います。1個を分けて食べます。いただきます。平日お昼も餃子パーティー、いただきます。もはやあの暑い時間、暑いので明るい時間に外に出歩くのが貴重な体験グルメになっているので、せっかく明るい時間に出歩くのであればシーターで撮影してみようと思って撮っています。四十肩の注射が5回目で、で以降は2週間に1回様子を見ながらという形になりました。最初の時よりはだいぶ痛っと叫ぶような痛みはなくなっているような状況です。ヘアブラシを買いに来ました。シーターで階段取ったらこんな感じかな。涼しい。この辺からすでに涼しい。なんか私がいつも見てる YouTube をされてる方々が大絶賛のマクドナルドの月見パイかなを食べに行こうと思います。行きます。なんじゃそれ。食べるぞ。あ、なんかアイスコーヒーの M で足りると思う、うん、あ、いいんじゃない M で。じゃあそれと、あ、クーポンないんだ。月見はね、多分ないと思う、うん、店の前でモバイルオーダーね、そうそう、なんとなくねこれね、2個ね。それはうまいなね、確かに、うん、あ、お餅を喉に詰まらせないようにまあね、危ないもんね、うん。月見、濃厚フワトロ月見ってのおいしそうだな。すごいね、バンズがちょっと違う。はい、ありがとうございます。いよいよ月見パイ食べたいと思います。出して出して、あ、こっちアイスコーヒーじゃった。じゃん。おお。あったかい。あったかい。うん。ちょっと出してみて。するんちょっと。一口食べて食レポ行ってみますか。え、マジで？すごいハードルの高いことさせるね。具まで到達するかな。熱い。うんうん。どんな感じ？カリカリ、もちもち、あんこって感じ。はい。うん、美味しいです。以上 FP 食レポでした。追っかけてくるオズポケくん。暗いとこでどれぐらい撮れるだろうね。まあ、あんま綺麗じゃないよね。ああ、そっか。あれ、この辺機の折り返したの。そう、多分この辺。そうそう、まさにだな。どれぐらい行けるものか。確かに。意外とその辺で行き止まりまだ行けるのかな。めっちゃ光っとるけど、ね、すごい、これまだ行ける、ね、ないもんね、柵的なもの、うん、この道新しい？いや、わからん。あ、これあれじゃが、立ち入り禁止、あれじゃない、あの
関係者以外。海上保安庁。ね。あ、危ないところだったね。柵ないしとかって。船が見えとるもんね、あの、ね。こんにちは。ファイナンシャルプランナーのフローチャイアです。昨日ですね、あ、でもこの動画は、だいたい次の日に上がるので、まあ、上がった日から数えると一昨日になると思うんですけど、9月3日に損保ホールディングスさんが介護に関する費用がどのぐらいかかったかというアンケートを、まあ、1000人ちょっとの方から回答をもらって、まあ、平均の数字というのをまとめたレポートを発表されていました。で、その内容を見ながら、まあ、内容の中の要点としては、その在宅で介護する場合も、こう入居型の施設に入る場合も、だいたいその最初に準備する一時金が60〜70万台ぐらいで、まあ、あの同じぐらい結構まあ費用がかかるということであったり、あらかじめお金を用意しておくことの大切さなどを感じさせるあの結果にはなってたんですけれども、でもちろんそのあらかじめお金を用意しておくことの重要性も感じたんですけれども、レポートの中を読んでいくと結構こうリアルだなと感じた部分があったので、ちょっとそのお話をしようと思うんですが、レポートの内容には結構ですね、その金額がいくらだったかという問いに対してわからないのパーセンテージがかなり高い、あの半数ぐらいがわからないと答えているような質問も結構あったんですね。で、それを見ながらまあちょっと思ったのが、あのよくまあ介護費用っていくらぐらいかかるかっていうことで、生命保険文化センターの調査の平均値とかを使って、まあ、こう参考の数字を出すことがあるんですけれども、生命保険文化センターの平成30年度の数字によると、一月にまあ自己負担が発生した介護費用が、まあ、平均的には8万円ぐらい、そして介護が、こう続いた年数っていうのが、まあ、5年ぐらいという計算になっていて、まあ、じゃあ月8万円で1年100万円で5年だったとしたら500万円ぐらい介護の費用を用意しておくといいかもしれないというようなこう目安としてお話しすることあるんですけれども、その損保ジャパンさんのデータを見ながら感じたのが、結局その生活費とまあすごく近い生活費の延長にこう介護の費用っていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。わからない、意識してないっていうことは、そのまあ自分が捻出できる範囲で介護の費用やサービスを利用しているっていうことがちょっと考えられるんじゃないかと思いまして、手元にある程度お金がある人はちょっとそのコストがかかってもあの自分の望む選択肢を選ぶと、で、まあ、手元にその余裕がない場合には余裕がない中で選択できるものを選んでいくということで、これはまあ日常生活でもよくあることですけれども、おそらく介護においてもあの自分の手元資金に合わせて、まあ、その選べる選択肢の中からより好ましいものを選んでいくということが起きてるんじゃないかなというようなことをちょっと感じました。あの分からないの数字が結構本当に大きく多くて、これってすごくこうアンケートとしてリアル、その本当だったらそのはっきりとした数字を出したいところだとは思うんですけれども、その分からないがかなりの割合だったので、ちょっと印象、そこがすごく逆に印象的に残りました。というわけで、まあ、そのもちろん介護費用というのはあらかじめ準備しておくということで、自分の選択肢を増やすあのための対策としては有効なんですけれども、まあ、裏を返すと、そのものすごい心配しすぎることはなくて、自分の手持ちの中から選べる選択肢を選びながら、まあ、介護というものを生活の一部の延長のような形で捉えられると、まあ、あの恐ろし、あまりに恐ろしくて手に負えないものというような印象が少し軽減されるんじゃないかなということを感じました。以上、FP 小話でした。行きはオズポケ、帰りはブラックマジック。チョコレートマロンフラペチーノ。もうなんで世の中はこんな罪ばっかり重ねてくるの。俺別にマロンそんな好きじゃない。美味しいがマロン。レモン&ペッパー買ってみる。買ってみようか、うん、久しぶりに。あとね、ヤクルト。ヤクルト、はい。いつも買ったのこっちよ、タンメン。2つ買おうよ。はい。